ってなってましたね、やはり。なるほど、コロはい。ナだからね。コロナだから。で、そこに一人で行ったんですか？いや、昨日は5人で参ることできましたね。5 人ダメでしょ。え、あ、そこも密か。そうですよね。でも6人ぐらいまでっていうふうにね、はい。言われているし、菅総理大臣は8人で年末に会食したぐらいだから、6人ぐらいだったらいいのかな。おお、はい。6人はお友達、仲のいいお友達と行ったんですか？そうですね、昨年も一緒に回った、近所のおじちゃんというか、そういった方と一緒に回りましたね。おじちゃんと？おじちゃんと、はい。おじちゃんとおばちゃんですよ。洋平ちゃん、はい。洋平ラジオの、チラシっていうか、フライヤーはい。はい。には、可愛い女の子と喋ってる写真が出ているじゃないの。わあ、そうなんですよね。はい。で、あれを自分も見ているから、はい。洋平ちゃんのラジオにこういうふうに呼ばれて出ると、はい。そこに可愛い女の子がいて、一緒におしゃべりできるかなとか思うじゃないの。はい。いないじゃないの。そうなんですよ。それがちょっと現実と離れてますね。なんでいないのよ。いや、もう自分の周りはおじいちゃん、おばあちゃんですね。石丸さん傭は、兵はい。ラジオのフライヤーに映っている女の子はあれはやはり学誰？生さんでこう来ていただくのはラジオのみ。プライベートはおじいちゃん、おばあちゃんと。はい。じゃあ今日は来てるの？あ、今日は全然編集の狩野さんっていう方と3人です。狩野さん？はい。狩りという字に野原のの？そうですね。狩りじゃなくて、あれですね。鹿ですね。そうだそうだ。はい。狩野さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。お、狩野さんがなんか会釈されてますよ。FM 大白っていう、ローカルのこういう番組で。そうですいや、ね。やっぱりラジオっていうのはね、はい。お正月だから、こういうご挨拶を、おお。自分と洋平さんと、はそい。れから今、編集というか、ディレクションをしている、狩野さんとはい。しました。これ、リスナーの皆さんも含めて、はい。みんなでご挨拶してる部分がありますもんね。あ、そうですね。確かに正月だから皆さんでご挨拶ですね、これは。そうですよ。そう思います。お、石丸さん、なんかすごいですね、やはり。私ですね、はい。こう見えても、ラジオはギャラクシー賞パーソナリティですから。わあ、東京の方でやられてるってことですか。やられてるっていうかですね、はい。私、ドラッグでの逮捕歴がはい。二十数年前にありまして、はい。すべての仕事がそこでチャラになったわけですけど、はい。それ以前は、ラジオ番組全部やってたんですよ。そうなんですね。あ、そういえば本読んで載ってましたね。ディスクジョッキーとして活動しているって。パーソナリティ、パーソナリいろんなメジャー局で やってたわけで、いろんな賞ももらったりとかしてたわけ。ティ。え、そうなんですか？そうですよ。わあ、ちょっと知識不足でしたね。はい。もう、20年以上前の話なんですけど、だはからい。ね、洋平ちゃん。はい。ドラッグとかやっちゃダメだよ。わ かってますよ。そこら辺は現象さんとは。そうですね。はい。ドラッグはダメ。はい。それから、ドラッグはダメだし、はい。捕まるのはもっとダメ。そうですね。自分も深い反省しましたし。そうなんです。はい。あと、不倫はダメだよ。いや、不倫とかモテないですから。はい。あとね、飲酒運転はうわ。絶対ダメ。そうですね。飲酒運転は撲滅。はい。暴言、暴暴言、暴力。言。はい。ダメよ、今年は。っていうか、やらないか、洋平ちゃんは。そうですね。はい。今のところは落ち着いて生活してますよ。そうですか、よかったな。私、洋平ちゃんの人気が、はい。今年は、うなぎ登りに登るといいなと思って。おお、実は大吉だったんですよ。昨日引いたくじの方も。
あ、何神社で聞いたくじですか？この蛇神社の方ですね。あ、なるほどなるほど。大吉。大吉。大繁盛ってなってましたね。金運とかも。なんか書いてありました。あ、恋愛の方も成就するというか、うまくいきますとか、ご縁が。へぇ。全部良かったです、大吉だったのに。健康面もそのまま健康で留意できますよ、みたいなこと書いてあって。あれですね。はい。男女関係は多分今年はじゃあ、出来婚ですね。おお、できちゃったかも、うん、そうなれば嬉しいんですけどね。なるほど、はい、ということで、ヨヘイちゃん、はい、夜もだんだん更けてきて、東京も寒いけど、はい、そっちも寒さもこんなもんじゃないでしょ。めちゃめちゃ寒いでしょ。今年めちゃめちゃ寒いですね。マイナス今4度とか正月ありましたね。5度、うちの前の体温、6度とかってなってたかな。マイナス6度はい、なってました。さすがだね。こっちはいてつく寒さ。東京は寒い寒いだって、せいぜいが0度くらいだからね。あ、そうですよね。本日関西から来た人もやっぱり東北に赴任して初めての人がめちゃくちゃ寒いよってなんか騒いでましたね。そうですか。はい。なんか仙台のお正月って、はい、自分は離婚した妻が、離婚した奥さんが仙台の人で、はい、ね、結婚していた数年間、わずか数年間なんですけど、お正月に行っていたので、はい、なんとなくわかるんですよ。あ、そうなんです。何回かじゃあ足運ばれて、はい、と2回3回子供が生まれてね、はい、そういう時代もあったかなっていう感じがしますけど、ヨヘイちゃん、はい、この辺でまたなんか曲なんじゃないの？あ、そうですね。本日聴いてほしいのは自分の曲だったんですけど。どういう曲なの？あれ、恋の恋愛模様を歌ってる曲なんですね。リリック自分、リリック自分で書いて、今度 iTunes とかからも各種、サイトからもダウンロードできる曲なんですけど、うん、どういう気持ちを歌ったんですか？あの恋愛でこう距離とかってあるじゃないですか、うんうん、なんていうんですか、こうなかなか離れたりこう、うん、くっついたりっていう、その離れたりした時の切なさとかを歌った曲になってますね、うん、じゃあそれ、もうすぐバレンタインデーっていうのもあるしね。あ、そうですね、確かに、はい、聞いてもらいます。じゃあ曲の紹介をヨヘイちゃん、アーティスト本人から皆さんにお願いいたします。はい、坂尻愛×ヘッツジレンマ、お聞きください。大地の生命線を越えて放つ放射線が解き明かす、呼吸するあなたの笑顔の至福。言葉は感情を飲み込み、心を絶対零度に保つ。光があふれ、映像が流れたのはあなたの笑顔のおかげさま。木漏れ日あふれる午後に休息という名の物語をくれた。いつもあなたの前では子供だった。だから叫ぶ声が世界に反響して、愛で塗り替えられる希望、感情、高鳴るあなたの体でお休みしたいよ。君と出会えてよかった。一人で泣いた夜も君がくれ
距離だと信じた。不幸せと幸せは表裏一体だから受け入れるわ。もう後戻りはできない。これが愛だと信じた。